What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、一歩ラボの田中です。もう10月の頭ですね。いやー、なんか最近時間が経つのがすごい早いなと思ってるんですよね。もう今年も10月ですよ。もう年末ですか。気がつけば、まあ、ハロウィンがね今月末にあって、でそれが終わったら一気にクリスマスムードになっていくと思うんですけど、まあ、個人的にはクリスマスシーズンが一番好きなので待ち遠しいなという気持ちではありますが、まあ、いずれにせよいかんせん時間経つの早いなと思ってます。今日はですね、ちょっとまた一人で話したいなと思ってるんですが、今週末にはちょっとまたゲストの方をお招きして収録を予定しているので、ちょっとまたゲストをね呼びたいと思ってますが、今日はまた一人で話したいと思ってます。今日はですね、忙しくて余裕がない時こそ新しい場所に行ってみようという話をしてみたいと思います。最近、まあ、あれもしなければこれもしなければというふうに、なんかこう常に頭の中に考えることがあって、それこそ例えば新しい商品についてだったり、運動事業とかもこうしたいああしたいみたいなことがあってメンバーと話をしてるんですけど、なんかこう同時に考えることがたくさんあってですね、なんかずっと頭がぐる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 回ってる感じなんですけど、まあその分若干オーバーワーク気味になってるかなっていうのも正直あってですね、なんかうまく物事が理想的にさばけてないなっていう状況なんですよね。でちょっとこういう状況はよろしくないなと思っていて、まあ、自分だけならいいんですけど、まあ、他に協力してもらってる人が商品開発でいたりするんですけど、ちょっと元々のスピード感よりも若干遅めに進めてしまっているので、まあ、良くないなと思ってまして、なのでちょっと何かをこう抑えたり、こうやらないと決めたり、あとは誰かにお願いしたり、あらかじめカレンダーに書いてその日にやるみたいなことをしようと思ってるんですが、こういったことをするためにも自分にゆとりが必要だなと思ってますね。ちょっとそれを最近は反省してます。反省しながら日々過ごしてます。まあ、そういう状況の中で、まあ、新しい場所に行ってみようっていう話なんですけど、何かというとですね、先週の日曜日に知人に誘われて鳥取稲葉のおふくろ市というところに行きました。鳥取稲葉のおふくろ市で、鳥取は、まあ、鳥取なんですけど、稲葉っていうのは鳥取の昔の地名の言い方ですね。県ができる前の藩、稲葉藩ですかという言い方で、まだ稲葉って言い方してるんですけど、鳥取稲葉のおふくろ市ということで、そこに行ってきまして、でこれが何かというと、例えば物販とか自分で作ってるアクセサリーとかポストカードとか、まあ、そういう物販をしてる人がブースを出してたり、あとコーヒーとか焼き鳥とか、まあ、そういう飲食系のブースが出てたり、なんていうんですかね、イベントですね、イベントがあるんですけど、まあ、それが毎月定期的に毎月第1日曜日に開催されていて、でちょうど先週末が10月の開催日だったんですね。で知人はですね、そこにブース出展していて、まあ、その方は、まあ、アーティストですかね、ご自身で油絵を描いたり、あと、まあ、いろんな工作をするのが好きなんですけど、まあ、それでよく例えば小学校とか公民館に呼ばれて子供向けのワークショップをされたりしてるんですけど、まあ、今回はその方が作られたオリジナルの商品、ポストカードとかちょっとした小物とかを販売されていらっしゃって、まあ、田中さんちょっと出店するんでぜひ来てくださいっていう風にお声掛けいただいたので、ちょっと様子を見に行ってきました。僕はこれおふくろ市行くの初めてだったんですけど、実は 2,3 年ぐらい前ですかね、他の方にこんな位置がありますよっていうことを教えてもらって、で一歩ラボとしてもちょっと出てみようかなっていう気持ちになったんですけど、まあ、若干ちょっと一歩ラボが扱ってる商品の単価感とは合わないので、まあ、出店はしなかったんですが、まあ、このおふくろ市存在していたもののちょっとようやく行くっていう形になりました。で朝8時からやってるので、こう割となんていうかな、こうすがすがしい雰囲気の中、こうふんわりとした時間が流れるんですけど、今回はですね、そこに行って本当良かったなと思ったんですよね。でそこの話をちょっとタイトル、新しい場所に行ってみようっていうところにもかけたいと思ってるんですけど、まあ、知人が出店しているブースに行きましたと。で僕が行った時にはですね、もうお一人他の女性の方がいらっしゃって、で
まあ話をされてたんですよね。邪魔をしないようにと思ってちょっと離れたところからこう見守っていたんですけど、そしたら知人の方が気づいてくれて、あ、田中さんちょっとおいでおいでって言ってくれて、こう呼んでくれたんです。で、まあ、初めましてとかって挨拶したんですけど、実は以前他のイベントで僕は一歩ラボとして出展していて、その方はその方の屋号で出展されていて、で同じイベントにはこう参加していたみたいな関係性だったんですね。なんで一応接点はあったんですけど、ただこう対面で自己紹介するのは初めてだったみたいな感じなんですよね。で、あ、こんにちは、田中ですみたいな挨拶して、向こうも、あ、なんとかなんとかですっていう風に挨拶してくださったんですけど、まあ、少し話をしていくと、まあ、この方が美容関係の人だったんですよね。あ、なんでこれが、響いたかっていうところなんですけど、少しぐらい前から、まあ、一歩ラブは主に、まあ、子供を対象にしてるので、可能な限り自分も若々しくいたいな、みたいなことを思っててですね。で、特にそれを感じたのが、運動教室とかやってて、もし自分が子供の立場だったら、こう、歳が近いお兄さん、お姉さんみたいな人に、あるいは、まあ、20代前半、後半ぐらいの、いろんな経験を積んだ年齢が近い人に教えてもらう方が、ちょっとテンション上がるんじゃないかなと思ってですね。で、僕はもう現時点でその条件からは外れてるんですけど、まあ、可能な限り、まあ、若々しくいたいなっていうのは思ってたので、いかにこう、見た目も、内面も、若くいるかみたいなことはちょっと一つ自分のテーマになるんじゃないかなと、ちょうど数ヶ月前ぐらいから思っていて、で、まあ、その気持ちがある中で、今回その美容関係の人に会ったので、あ、なんかちょっとつながりたいなみたいな、ちょっとこの方とお話ししたいなみたいなことを思ってですね、でも、連絡先を交換させてもらいました。ちょっと今後、まあ、今すぐにこんな悩みがありますっていう相談はないんですけど、いかに若くいられるかみたいなアドバイスをもしお持ちだったら欲しいなっていうことで、その方とはぜひ今後も連絡を取らせてくださいっていうことで、お願いをしました。まあ、この方すごいいい出会いだったなって思ったんですけど、まあ、この方がお一人目ですね。今回お二人いい出会いがあったんですけど、この方がお一人目で、でもう一人目がちょっとガラッと変わって、鳥取大学の先生です。鳥取大の先生ですね。で、この方は、この時初めてお会いしたんですけど、この知人からはですね、田中さんぜひ出会っておいた方がいいですよっていう風に、以前連絡をもらっていた先生で、でとはいえ、まあ、自然なタイミングで出会うっていうことを、期待していたので、特にその時はアクションを取らなかったんですけど、まあ、今回のこのお袋市で、偶然にもお会いすることができました。この先生も、たまたまこのお袋市に来ていたみたい で、特に、知人のブースに寄るっていうことも考えていなかったそうなんですけど、まあ、偶然来たらいらっしゃって、来られて。で、まあ、ご紹介していただくことになりました。繋いでもらうことができました。で、この先生はですね、この3月までは、九州大学にいらっしゃって、で、この春の4月から鳥大に来られたんですけど、ご専門は、感性学の、博士をお持ちですね。感性は、感動の感に性格の性で、感性学の博士号をお持ちで、で、日本芸術療法学会が認定する芸術療法士。これはアートセラピストというそうなんですけど、まあ、芸術がご専門で、かつ芸術を使ってセラピーの取り組みをされていらっしゃるということで、まあ、ちょっとうまく説明できないんですけど、でも Facebook とかを見てみると、例えば目が見えない人と目が見える人が一緒にアートを楽しむとか、絵本の表紙だけを何十冊も街の中に並べて、でアート作品を作るとかですね、なんかちょっとこうとても興味深い活動をされてらっしゃる先生で、で、その先生とこう立ち話をする中で、実は僕、一歩ラボっていう会社やっていて、おもちゃとか作ってますっていう話をしたら、いやー、おもちゃはすごい力持ってるよね、みたいな話になって、遊ぶっていう行為は決して子供だけではなくて、こう、大人になっても必要なんだっていうことをおっしゃっていて、まあ、遊びって聞くと、主に子供向けの、行為っていうイメージがあるんですけど、こう普段それこそ大人になるとやることが多くて忙しい中で、こう何かに無我夢中になって取り組む、まあ、イコール遊びをする時間なんてあんまりないですし、まあ、いかんせんその遊びっていう行為は
大人になっても必要なんだっていうことをおっしゃっていて、何かしらご一緒できることがあればさせてもらえないかなと、なんならこう一歩ラボが作るおもちゃに対してこう意見とか感想とかもらったり、例えば一緒に共同開発するとか、まあ、その辺までさせてもらえたらすごい嬉しいなっていうことを思ったんですよね。でまあこの時はまだ自己紹介くらいで済ませてたので、そこまでビジネス寄りの話はしなかったんですけど、ぜひともこの先生とも今後つながっていきたいなと本当に思ったので、一旦 Facebook を交換してこの日は自己紹介だけで終わらせることになりました。この先生との出会いも本当に偶然だったんですけど、すごいいい出会いだったなと思いますね。で今回の気づき、まあ、思ったこととしては、これがタイトルにもちょっとつながってまた戻っていくんですが、やっぱ忙しい時でも少しでもこう時間を作ってちょっと自分の世界じゃないところに行ってみる、行くっていうのはすごい大事だなと思いました。特にこういうなんていうかな、人との出会いがあるような場所に意識をして行ってみるっていうのはちょっと最近実はできてなかったので、やっぱ定期的にしていきたいなと思いましたね。もちろん仕事とのバランスは取りつつではあるんですけど、ちょっと外の世界にも出ていきたいなと改めて思いました。ということで、忙しく余裕がない時こそ新しい場所に行ってみようという話をしました。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。